学術俯瞰講義この国の形日本の自己イメージで今回で第7回目となりました。今回から2回分を担当される加藤陽子先生について、私司会の福岡から冒頭に紹介を短くさせていただきます。加藤先生はですね、埼玉県さいたま市、昔の大宮市のお生まれで、桜蔭高校を経て東大へ進まれました。1994年より東京本学の文学部で教鞭を取られています。ご専門はですね、特にですね、1930年代の外交と軍事に精力的に取り組まれています。皆さん1930年代というのは世界史を勉強した人はもちろん分かってますように、例えば1933年にはドイツでヒトラーが政権を掌握し、そして日本でもですね、1932年には前々回の佐伯先生のところで、私たちチャーリーチャップリンの数奇な運命と一緒に勉強しました515事件、それから1936年には226事件というふうにですね、軍事的なクーデターが起こって、だんだんと戦争へと向かっていく、そうした時代であります。加藤先生は繰り返しになりますが、その1930年代の外交と軍事を中心に、しかしそれにとどまらず、広い視野から日本史、そして世界の中での日本史ということを研究されています。そしてですね、今回先生非常に著書が多いんですが、その中で特に何を学生さんにお勧めしましょうかということにですね、特にですね、真相版模索する1930年代陸軍中堅層と日米関係という本を先生お挙げになっています。こちらですね、1993年に初版で、2012年に山川出版社からですね、新装版が出ています。皆さん生協で、あるいは町の本屋さんで手に取って見られてみてください。では加藤先生、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。やはり法学系の先生は、大教室に慣れていますので、ざわざわってした時に、我々文学部ですと一番少ない人数ですと15人ぐらい、まあ多くても80人ぐらいなんですね。ですからざわざわってされると、動揺して面白い話を言わなければとか、声を大きく張り上げたりしてやるんですけど、むしろ静かに鳴るまで待つという、待ってる間に寝てしまうんではないかみたい、そういうような非常にテクニックがあるお話し方でありがとうございました。で、最後に10分ぐらいは質疑になりそうですので、16時10分ぐらいまでにこの A3 版の、裏表ですね、やはり固有名詞が多い時代だったりいたしますので、こういうふうにプリントアウトしました。このような立派なお部屋で、このお部屋はサンデル先生あたりが講演したようなお部屋なんですか。なんか歩き回って刺さなきゃいけないような、そういう気持ちにさせられますが、基本はこちらの、裏表にデータなどを載せておりますが、これ以外にも随分いろいろなことは申し上げます。ただ例えば聞き取れなかったものなどはカタカナなりで書いておいて、後で、インターネットなどで検索して見ていただくということもできます。ですから基本はこれを見ながら やりましょう。で、大体大きなお話は3つからなります。1つ目に、この国の形というこの連続講義に際しまして、戦争ということをどう絡ませるか、もちろん、長谷部先生が戦争する国家、1月16日に講義用意されておりますし、軽部先生なども皇室国体の問題で、戦争と不可分なお話も、されていると思います。で、私が文学部として、何らかの形でこの国の形、戦争って言いますと、戦争体験記憶というような問題からお話を始めて、それが一番のところです。で、2番目は、ちょうど今11月の、28日ということになりますが、東京大学で70年前に11月12日、ここにもイチョウ並木がありますが、本郷の、イチョウ並木のところを
これは東京大学の学徒出陣を1943年に12月に入団する学生に関して壮行会がありました。その壮行会が11月12日だということもありまして、全体の、政府がやりました学徒、昔の高等専門学校以上大学私立大学、そういう人たちの出陣式は雨で、例の東條首相がですね10月21日の、神宮外苑 の運動場でやったわけですね、競技場でやりました。それとは別に東大でやったのが11月12日です。ですから11月ということで、学徒兵の目に映じた戦争ということで、そこから、戦争への見方、あとは日中戦争などにやはり絡め取られていく学徒兵もおりました。彼らの知性でどういうふうに戦争を眺めてたのか、それを2番目に見ます。それから、我々今中国との関係で内閣府の調査などでも中国に親しみを感じないというする国民が、統計がある以降最大になったということもあり、そして私の本の先ほどの模索する1930年代で言いますと、あの本の中の陸軍とかいう部分を中国とか読み替えると比較的その流れが分かるんではないかというようなきな臭さが、国際関係で生じている中で、やはりその東アジアの中の日本というものについて、日清戦争というこの体験ですね、実態とその語られ方、教科書レベルも含めて、この体験、1894年、95年、この記憶というものが、どの程度我々のそのこの国の形というものを縛るのか、この国の形というのは、島良太郎さんの使った言葉でありますし、彼は日露戦争に関して一つの一大叙事詩を書き、NHK のテレビにもなりましたが、その前に、時代設定をしまして日清戦争から見ていく、これが3つ目です。ですから、大体20分ぐらいの予定なんですけれども、私はどうも頭でっかちで最初の方だけなんか長くやって、で先生は最後の方をやるのを、嫌がっているのではないかとかいう鋭いミニコメントがありまして、それはそうなんですね。最後の方のまとめ、レジュメを作りながらまとめというところに何を言うかを考えて作り終わったことがないということもありまして、いろいろ考えながら話をするもんですからつい長くだらだらします。ただ今日はちゃんときちっとしたお話を、広い教室で聞き慣れている皆さんですので、きちっとやりたいと思います。ですから、20分ぐらいで一番のところでしょうかね、はい。まずあの戦争について再定義することの難しさについてつぶやいたといいますか、書いてくださったのは福岡先生はご存知かもしれませんし、長谷部先生の弟弟子にあたるんでしょうかね、ちょっと変わった方です。安念淳二さんという、憲法学、しかしさまざまなことでご発言もありますので、お暇な時に安念淳二と引けばいろいろな、原発問題でのご発言も出てくるかと思うよ。ただ私はこの長谷部先生が編纂されました岩波講座憲法と時間という、これは読みようによってはすごく簡単に書かれているように見える章も多いんですね。その中に私はなんと、戦争という形で、一章を書いております。日清日露などの、大本営の設置の話とか天皇の統帥権の話とか、それを書いておりまして、同じ共著者の一人として安念さんのこの論文を、非常に興味深く読んだものとしてご紹介しておきます。皆さんのところに書いてございませんが、今から一番肝のところをちょっと読み上げてみますね。我々は結局巨大な戦争がなぜ、これは日中戦争以降太平洋戦争についてのことを巨大な戦争と彼は言ってると思いますが、何のために戦われたのか答えを見出せずじまいであったのである。ある事項を憲法に規定するとは
当該事項について通常の意味での討論、つまりは多数決によって決着をつけるというスタイルの討論を行わないことを意味する。日本人は私の立場から見れば懸命にも得体の知れない問題は多数決で決着させる議題表の中から削除する決断をしたのであると、まあ、比較不能なというようなキーワードの、長谷部先生がスタートを切った授業ですから、うん、何のことを言っているのやらと思われるかもしれませんが、安寧さんとしては憲法第9条というものを掲げるながら、しかし自衛隊というものについての、まあ、最も、支持率が高い時代を我々は生きているわけですね。いいことだ、9条と自衛隊込みでこれは存在していいものだという、まあ、そういうようなことで有権解釈的にはどうかということなどを含めですね、なぜこれが共存可能なのか、だから憲法に実は書くべきでもいちいち書かないことの方がいいことがある、まあ、それを日本国憲法の時になぜ、まあ GHQ に言われたからとはいえ、しかし金森徳次郎がですね千何回も答弁して、まあ、彼は非常に面白い答弁ですね、まあ、水は流れても川は流れないとかいう言い方をして、主権は変わったのかとか国民なのか天皇なのかとか言って野党から来ますとね、川という位置は変わらないですよね、神田川の位置は流れないですよね、でもそこに流れてる水は流れてるんですとか言いながら、前文のところには天皇も入るんですとか言いながら、まあ、ごまかすということもありますが、そういうその日本国憲法というものがなかなかこう書かないで、理性を保った、それはなぜかといったときに憲法ができるきっかけとなった、まあ、戦争っていうのは究極的には相手国の憲法を書き換えるところまで行くというのは長谷部理論でルソーからのお話だということは知ってるかもしれませんが、そうするとその戦争自体は何なんだ、ね、石油が700倍とか、ね、GNP10 倍とかですよね、理性合理性があったら改選はしえない、で例えば ABCD 法維新に囲まれて、持たざる国なんだって叫んでいますけれども、じゃあなんで持たざる国を脱する一番早い方法は何かっていうと、ABCD 法維新の方にすり寄ることなんですよね、まあ、これをカッパしたのは入江明先生というハーバード大学の西洋史の先生ですけれども、まあ、それをすり寄ったらこれは秀吉豊臣家が滅んだ大阪夏の陣冬の陣のようになってしまって滅ぼされるということで、日本側は ABCD 法維新の方にすり寄らなかったと決断しますが、しかしやはりその日本国憲法その前の敗戦体験、これを考えるときに安寧さんは、まあ、ちょっと曖昧に聞こえて再定義することの難しさ、まあ、1950何年代生まれの人がそれを放棄してどうすると皆さんは怒るかもしれませんが、まあ、とりあえず括弧にくくっているんじゃないかな日本人はっていうことを正直に書かれた論文だと思いました。で2番目に行きましょう。で今からお話しすることはですね、丸1から丸4の下のところの、関澤真由美さんという先生のご本などに、学びながら私が書いていることで、関澤真由美さんという方は、この方は皆さんは千葉県に住んでらっしゃる方は比較的便利なんですけど、それ以外の方はなかなか不便ですが、桜の国立歴史民俗博物館というものがございますが、皆さんは高校の時無理やりにとか、もしくは、近現代の展示室ができたから初めて国が作った戦争展示だから見に行こうとかですね、そういうのちょっと行ったことがある方いますか。桜の国立歴史民俗博物館、あ、やっぱり少ないですね。上野千鶴子先生と対談をやってらっしゃる皆さんとそんな年齢変わらない古市さんなどが、戦争展示、世界の戦争博物館の面白さっていうのをランキングしてる本がありましたが、やっぱり韓国はですね、いろいろ歴史認識にうるさいだけあって、近現代の博物館はエンターテインメント
と性も含めやっぱり非常に見るに学びに行くに足るものだっていう二通りぐらいの展示館の名前を挙げておりましたが、まあ、ちょっと少ないですか、まあ、この方がつまり国立歴史民俗博物館の先生なんですが民俗学何を調査したかといいますとこれはレジュメに書いてございませんが戦争体験の記憶と語りという戦争体験の記憶と語りということで歴史家と民族学 の、 あのチームがそれぞれ何でしょうね、まあ、戦争の記憶と語りということについて4冊本でですからこれを引けば国立歴史民族博物館のこんな厚い本がですね1冊1キロぐらい重いですがその本が出てきまして面白いです。民族学者がこの記憶と語りっていうのをどういうふうにやるかっていうと大体想像つきますか。その秘文字資料、まあ、秘文とか、まあ、秘文については我々歴史学者も扱います。民族学者って言いますと例えばこういうことですね。白木のお箱に入ってあの日本が元気な頃43年ぐらいまで絶対国防圏などがきちっとあった頃はやはり戦友が小指などを切ってですねちゃんとその現地で、供養して、まあ、白木の箱なり入れてきます。だけれども44年の、まあ、7月以降ですねもうこれは、まあ、敗戦までには客観的には秒読みの時期この頃にはやはり入れるものがない。だから例えばある部隊ではガダルカナルですが土を入れるである部隊ではとにかく仕方ないけど指だけあの出撃直前の時に入れる髪の毛だけとか何かこう規律を持って決めてる部隊ならいいんですが何も決めてない部隊もある。そういう時にはやはり名前を書いた紙だけが入ってるんですね。ですからその戦争未亡人にお宅の、ご服もしくはお兄様弟がその白木の箱で帰ってきた時に何が入ってたか、または昔だったら戦死広報っていうのはお役所からわざわざ家まで届けに来るんですね。戦死の方が来たから役所まで来てください。しかし、戦後になったりしまして GHQ が来たりしますと公のお葬式といいますが村でお葬式をやってはいけないとかですねそういう規制もかかるのでやっぱりこそこそ汚いはがきでその係員がこう殴り書きで書いて何々かに来てください。で出頭すると2時間かけて町役場、あ、村役場に行きます。そうしますと あなたの部隊は健全な部隊だから1ヶ月後に帰ってきますなんて言ってつまり帳面見て調べるのがめんどくさいわけです。ですからそうやって追い出されてだけど帰ってみたら次の日にはその戦友さんからその最後の死の、詳しいことについてのハガキが届くとかですから本当に言われない思いをしながらというのはあの丸6番のところでお話しますけれども、まあ、兵士がどこで死んだのかさえ遺族に教えられなかった国が日本であるということの実態はちょっと後でお話しますが、まあ、そういう歴史民族学の方がですねじゃあフランスはどうかなということで言ったんですね。でこれはあのフランスと日本を比べる、まあ、ドイツと日本を比べるっていうやり方はあのどんだけ反省してるかっていうのの競い合いの時によく言われやられるんですけれども、まあ、彼女はフランスを選んだ関澤さんは一つは何でしょうねその日本の場合侵略と原爆というのがある種罪と犠牲の相殺のようになってる。だからドイツの場合例えば、まあ、侵略のあるドレスデンという焼かれたのもあるだけど原爆ほどの衝撃はないとなった時にそのある種のビシー政権などでドイツに加担したというフランスだけれども何の罪もない人々が SS などによって、焼かれたことがあるフランスそれを、まあ、事例にすることであの犠牲となんてやった罪というそのバランスという点で少し比較が可能かなということなのではないでしょうか。これについてはあのコメントなどでぜひあの書いてください。比較するのにどういうことがいいかで、まあ、このリモージュの西方にあります
このオラドゥール・スール・グランというそういう町での、取り組み方を調査に行くんですね。彼女はこれは1936年で1500人ぐらいの小さな村です。で1944年という時に事件は起きます。ですから44年6月ですから、ドイツももうかなり苦しくなってくる。その時にフランスに駐屯している SS が基本的にその何でしょう、待ち伏せ攻撃をレジスタンスから受けたりする。そうしますと SS は1人の SS 隊員殺すと100人だぞってことを言ってるわけです。だからこそ治安が維持できる。ですから必ずもし SS が殺されたらかける100というのを殺していこうというようなことがあったものか、44年6月10日に事件が起きまして、ナチスの親衛隊によってこのちょうど昼間町に行った1574人の、居住者のうち642人昼間いたということですから、大体これは年寄りとか子どもとか女性が多かったんでしょう。そういう人たちが、いわゆる属性の調査ですね、戸籍とか言語とかそういうのを調査するから集まれと言われて教会とか広場に連れて行かれる。そこで、基本的には銃殺されて焼かれるわけですけれども、町自体も焼かれてしまう。ほとんど生存者が、昼間いた人が全員焼かれてしまうのでこの町はいない。しかしその亡くなった方の裏側にこう潜んでて生き残った人がいる。この生存者6名による証言によってで戦後裁判がなされるわけです。で丸2番でフランス政府はこれは1945年、もちろんこれは戦勝国として、ドイツに臨みますね。でボルドーで裁判がある。でこの犯人はドイツ人は7人だと分かっている。これは SS 証拠です。しかしそれに協力しました、アルサス出身のフランス人です。ですからアルザス・ロレーヌの問題が分かっていれば分かるように、フランスとしては融和と、つまりフランス人だって苦労した、苦労したフランス人、占領下でやったことだということで、基本的には最初は死刑、強制労働の判決を下していました。しかしこれはすぐ全員に特赦ということで、14人余りのフランス人は釈放されてしまうわけです。ですから、東京裁判、横浜裁判、BCQ 裁判が1952年以降、やはりまだ巣鴨にいた戦犯たちが、釈放運動っていうものが起こるわけですね。日本が独立した以降、それとある種50、これは3ということで、時間的にも非常に一致しているところじゃないでしょうか。しかし丸さんのところです。しかしこの村はですね、もう許さんと、1974年まで遺族たちはフランス政府と断交状態にありまして、ようやくミッテラン大統領の時に、記憶のための資料館ということでここに作ろう、村を再現しようということが起こり、99年のシラク大統領の時にこの記憶のための資料館が開館されています。ですからフランスでさえやはり40何年の年月がかかっているということになるんじゃないでしょうか。でここの記念館はみんな訪れますとどういうことをやってくれるかといいますと、さあ何時何分ですと、ここで SS 将校がこのように皆さんたちに声をかけたんですということで、事実上再現体験です。でこの教会に連れて行かれました、ここで銃殺されましたということで、関澤さんがここで特徴があるなというのは、基本はガイドさんは一切平和のメッセージとかビシー政権がどうのとかドイツに協力したフランス人がということを言いません。6人の証言者が見たことで、何人がどの場所でどのように殺されたか、で殺された人と生存者のために起こったことだけを話さなきゃいけないという、そういう指示をガイドさんは受けているようで、忘れないでと、我々ここで起きたことを覚えておいてという言葉が遺跡の入り口には掲げられているというふうに書いてありますが、死者から生者へ、そしてもう一つ今申し上げたように、なんて言うんでしょうか、語り部は一切感情を交えず怒ったことしか言わない、見てれば一番
分かるでしょうという、そこに、信頼を置いている。一方で丸4番に行きましょう。それでは我々の国はどうだろう。広島市の平和記念公園にある原爆死没者慰霊碑であります。これは慰霊碑の言葉遣い自体がかなり特徴のある日本語だということもあり、何度か聞いたことがあるのではないでしょうか。安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬからです。過ちは繰り返しませんからということで、で事実これは語り部という形でかなり感情移入しながら聞いてる人に、まあ、涙を、なんて言うんでしょうか、歓喜するような形で聖者が死者に語りかける。ですから聖者が死者に語りかける、もう過ちは犯しません。ですから日米安保条約第2条の経済の条項で平和裏に東南アジアに行きますよ、9条があるからもう戦争しませんという、その誓いとして聖者が死者にお約束するという、ちょっとここはやはり違うだろう。ただここで私たちは私の頭の中、まあぐるぐるに汚れてしまった頭の中で皆さんの気持ちを忖度するのは申し訳ないんですけれども、例えばね、皆さんは従軍慰安婦かとか、あとその戦時徴用工ですね、住友金属はまだ多少どうするか、まあ、迷ってると思うんですね。韓国経済との関係があまりにも密接すぎるから。しかし三菱重工などは戦時徴用工などに関しては1965年の日韓の基本条約で完全に妥結済みであるということで、まあ、政府の判断もあり、まあ、控訴しているわけですね。そういうことを聞いたときに、あれ韓国の人はやっぱりなんでこだわるんだろうという気持ちで見る目はないでしょうか。こだわるんだろう。日本人は例えばアメリカに、もちろん日本が1941年に日米戦争を始めた、37年日中戦争を始めた、だけれども非戦闘員を10万15万のオーダーで殺すような原子爆弾、これを受けてもアメリカへの今の親しみを覚えるのデータを見てもやっぱり戦争には負けたんだ、負けたのは仕方がないぐらいに思っちゃっているんではないでしょうか。その忖度からなぜ忘れられない気持ちを抱いてるんでしょうねっていう気持ちで東アジアの人を見たことはないでしょうか。で、私はこの広島の問題、原爆の問題っていうところでは確かに丸五のような要素はある、しかし丸六のような要素もあるということで、今のしつこいなっていうような考えを持ってしまうこともある我々ということをちょっと眺めてみたいんですね。これは1958年のことであります。ギュンター・アンダースといってもピンとくる人はあまりいないかもしれませんが、ハンナ・アーレントの夫と言ったら大丈夫でしょうか。何々の夫とかいうのはどうでしょうか、ね、私は野島博之の妻だったりして、でも加藤陽子さんの夫とか言われると配偶者は、予備校の教師をしていますけど嫌がるかもしれません。皆さんの中にもちょっと彼の講義で害悪を受けた人もいるかもしれませんのでちょっと謝っておきますが、ちょっと日清戦争なんかに私が危惧するようなその解釈を述べているのではないか怪しいんですけれども、まあ、このギュンター・アンダースはそのハンナ・アーレント、ハンナ・アーレントと言われて最近新聞や渋谷なんかの映画館のああいうの見たりしてちょっと覚えてませんか。アイヒマン裁判などを傍聴に行ってアメリカをベースにものを書いた人ですけれども、やっぱり普通のおじさん、普通の市民が起こした600万のユダヤ人虐殺という、それを書いたことで右からも左、右からも左からもといいますか、ユダヤ人団体からもドイツ側からも様々に批判された女性ですが、そのハンナ・アーレントの映画がありますハイデカーとの関係なども暗示されているのでしょう。まあ、このギュンター・アンダースが広島長崎を訪れてですね、第4回の原水爆大会か何かに来たんです。その時の日記があると。で、私はこの日記自体は津波の刑事上学という、
311が起こって以降また注目されて2009年に出た本ですが、そちらのフランス人の哲学者の本を読んでてこのアンダースのことを知りましたが、このアンダースはこう書いてます。被爆者にあったんですね。彼らは一様に咎めるべきものについて語らず、出来事が人間によって起こされたという点について沈黙する。つまりアメリカのこういう、兵士が、ファットマンとかリトルボーイとかその乗せてきた B29 にあだ名をつけてたり、じゃなくて B29 に乗せた核弾頭にあだ名をつけてたりするわけですが、そういう人間としては人間によって起こされたという点については沈黙する。そして一様にこの上ない犯罪の被害者となったにもかかわらず、ほんの少しの怨嗟も抱いていない。これは私からすればあまりに行き過ぎていて理解を通り越してしまう。あの破局について彼らは一様にそれが地震や隕石の落下あるいは津波でもあるかのように語るのだと。最近地震や隕石津波というのは全て地球を襲ってくれているので、本当に理解不能なほど残虐な問題を我々が想像するときに津波だとか、やはりユダヤの虐殺について生き残った人たちに語らせた映画のショアというのは、あれはやはり津波という含意がある言葉なんだそうですね。ですからいわゆる自然現象に還元してなんか持ってかれちゃったとか、戦死者の奥様がよく言うのはガダルカナルに持ってかれて死んだ、死んだとは言うけど持ってかれたっていうのは何かね、台風か何かで巻き込まれて亡くなったかのような物言いですね。ですからこう自然現象のように感じてしまう日本というので、やっぱりドイツ人としては旗から見てそう思う。だから先ほどの安らかに眠ってくださいという誓いも込めて、あっさりした民族がなんかこう絶望、自分たちが始めたという犠牲と罪の相殺という観念がそれほどいつも皆さんに、喚起されているわけではないのに、あっさりアメリカに対しては、親しみを感じる、落とした人というふうには思わないっていう、そこはなぜだろうということが問われているわけですね。で、日本人の気質かなとかいう、あっさりしていてちょっとその血で血を洗う構想があった半島や大陸とは違うなどという言い方になると、それは学問ではなくなるわけですが、でそうするとね、もうちょっと考えていくと、そのあっさりってなんだろうっていうことなんですね。で6番目です。戦死者遺族にっていうことで、我々は例えば8月15日の戦没者追悼式典、閣僚や首相が靖国神社に参拝すべきなのは、やはり倒れたくなく倒れた人が祀られているからであるという物言いは大変あります。ですから戦没者というものを悼むには、あれが正式の悼み方であるから、やはり参拝すべきだという議論ですから、アメリカの銃規制と同じぐらい靖国の閣僚の参拝問題はいろんな論じ方がされると思うんですが、私はやはりこの一之瀬さんという方は、ここに挙げておきました一之瀬さんという方は、先ほどの関澤先生とともに歴博でこの、戦争経験の体験の記憶と語りのプロジェクトで助教さんの時に関わった方です。今彼は埼玉大学に先生になっておられますけれども、彼は本当の執念で、歴史学者的な執念で、遺族会がさまざまに今年遺族会解散になりましたけれども、あまりに高齢化が進んだということですね。その遺族会が私家版として編纂したような書物を執会集めまして、これは歴史民俗博物館に行けば全部収集が可能な限りされていると思いますが、それをこう読んでいくと、我々は例えば1945年ぐらいまで、戦争が終わるまでは確かに、遺族扶助料とか恩給とか、それから戦争で亡くなった人へ村で、正式のお葬式をする構想ですから、村で最下級の例え
お家であったとしても、それこそ町長さんが来る、代議士が来る、まあ、そういうようなその村全体で誉れの葬儀がなされていた。しかし基本的にはその1944年の後半からの1年間は、これは岩手県のデータですけれども、その戦没者、岩手県全体の戦没者、これは第二師団などですから、やはり南方で死ぬんですが、1945年まで37年以降の戦没者を岩手県でデータを取りますと、あの44年後半からの死者が9割です。だから遺族としては、あのちゃんとにぎにぎしく祀ってもらえなかった、遺骨がちゃんとした白木の箱に入ってこない、戦死広報が役場から来ない、取りに来いと言われた、それで GHQ が来たら1952年まであの軍人恩給とかそういうものは止められると、まあ、大変な踏んだり蹴ったりなものがあります。ただ彼が、この一瀬さんが明らかにしたのは、まあ、役場の役人が冷たかったということだけじゃなくて、その人々も冷たかったっていうことについて非常なその語りですね、遺族たちのこの怨念にもあたる語りが語られてます。つまりどこで死んだのか、お骨はどこなのかで、結局あの第一福音省という、まあ、あの書きませんがこれ陸軍省のことですが、1945年8月に終わって9月に陸軍がなくなっても、そのまま第一福音省というディモビライゼーションということで、その戦時体制を解くその役所が残りますと、だんだんみんな外から帰ってくると、第一福音省の書類の中に残された手紙がありまして、これはあの吉田豊先生というあの一橋大学の方が岩波新書のシリーズ日本近現代史の、あれは私が5巻ですか、6巻の太平洋戦争、アジア太平洋戦争の中で引用されていますけれども、まあ、自分の愛する我が息子がどこで死んだのかがわからない、骨が明らかにされるまではその自分の戦争は終わらない、でその文章はやはり後ろの方では、その陛下の命で、まあ、国王の臣と言われて軍人直後ですね、行った人間の骨が収集されていないってことの怒りが、あの第一福音省に手紙で言ってます。ですから昨日あたりの新聞でも、あのフィリピン の, あの自衛隊などが今台風で救いに行ってますが、まあ、ルソンも含め、またその遺骨収集の、まあ、復活というんでしょうか、そういうものがなされているように、まあ、遺骨が帰ってこない、どこで死んだのか、政府は1953年ぐらいに打ち切りますね、あの死亡宣告とするというような形で、やります。で遺族に教えられないというここです。で日清日露戦争や満州事変まではどうして遺族たちは村や町で大事にされたかっていうと、今申し上げたそのお葬式の話ですね、であとはその不条料というそういう話、あと何だと思いますか皆さん、まだ戦争で戦死者なんかが、満州事変っていうのは大騒ぎしますけれども、1ヶ月でね60人ぐらい戦死者、まあ非常に少ない、そういう時の戦死者、日中戦争37年の戦死者、まだまだ少ない、そういう時期に地域が戦死者に対して知って、で戦死者の遺族を、あそこの遺族さんはああいう場所であんな風に立派に戦って亡くなったんだって知る手段は何でしょうか。一番前に座っているという覚悟を試しちゃいけないですが、どうでしょうか。例えばお葬式の形式とか、まあ、政府から下るお金という点で、大変戦時中は重く扱われてた遺族たちですが、それが憤懣やる方なくなる気持ちは単にお金や見栄じゃないですよね。どんな契機で地域の人たちはその兵士のことを、兵士の家族を知るんでしょうね。わかります、わかりますか。そうそう、なんだろう、例えば東京都出身じゃない方は東日報とかなんかないですか、あの新聞、その地域の新聞、
ありますか。つまり今申し上げた東日報っていうのは青森県などをベースにする新聞で、五一五事件のお話を佐伯先生お話しくださったのかな、特に政友会民政党が争ってて元気が良かった頃っていうのは地域の新聞が大体どっちか系なんです。で大体どっちか系でもちろん東京日日新聞とか今の毎日新聞ですね、朝日新聞、こういうのを取る人は多かった。だけどもう一紙取るんですね。でもう一紙取って何見るかというとお悔やみです。お悔やみ情報というのは地域で生きる人にとっても大事で、政友系の政客が亡くなったとか言えばこう走ってちゃんと弔問に行きという。ですから今申し上げたその地域で生きている頑張ってる新聞が結局その郷土部隊が行きますと戦場にまで記者として行くわけです。ですから何をやるかっていうと、いわゆる兵士さんたちが手紙なんかをやり取りするときに、上官に見せなきゃいけません。ですから公式のことしか書けません、苦労話は書けません。だけれどもその従軍記者がその直撃といいますか郷土部隊がいるところにその統治下のもとをですね駆け回ってクリークを泳ぎ回るというようなことをやって、何やってたかといいますと、この村の誰々さんはどこどこの戦闘で負傷したりとかいうのをですね次の日ぐらいにはやはりこう電信で送る、で家族からの手紙をやり取りする伝書バトのような役割を地域新聞が果たしてました。ですから本当にこの地域新聞が落ちていくことの意味は大きくて、44年後半期からは各県一紙っていう、まあこれ言論統制もありますし紙ですね、これと配達体制ということもあり、各県一紙体制になりますとある種政友会民政党を応援してたような新聞などが干されてしまう。だから遺族はつまり自分の周りみんなテレビ見て知ってるよねと同じような形で自分の息子があんな風に例えば南京で死んだっていうのを歩いてる人が村人全員分かってる、そういうような共長官というんでしょうかね、生活圏の中の追悼という、これがやはり日清日露第一次大戦から、日中戦争期と太平洋戦争半ば以降の大きな違いでした。ですから遺族たちはこうポツンとどこにいるんだっていう気持ちをずっと抱いている。だからこう仕方がない、いつ帰ってくるんだろうっていうような雰囲気、自然津波というか持ってかれちゃったっていうような自然的な把握っていうのはやっぱ骨がないっていうそこなんじゃないかなというふうに私は思うわけです。ですから日本人の気性のあっさりさっていうのかな、そこに結びつけたりしない方がいいんじゃないか、骨やその死者の場所、それをきちっと伝えることができないまま日本は戦争を終えたし戦後を来てしまったという、そこであります。それで次に移る前に一つだけ例を挙げておきますと、今言ったのは、まあ、村の話だろうということでありますが、非常に、エリートで賢くてもう毎日新聞なんかのロンドン支局長なんかもやったような方が40歳フィリピンのマニラに新聞出せって言われて、40歳で戦争終わった次の年復員するんですが、その人は石川金一という人です。まあ、石川金一と言われてすぐ分かったらすごいんですけど、こう言ったらどうでしょうか。ジョセフ・グルーという戦争が始まる前に10年ほど日本の大使としてアメリカから来てた人です。そのジョセフ・グルーの、対日10年という回想録でもあり日記でもある、それを訳した、彼は1906年生まれの石川金一さんという人ですが、それを訳したことで非常に著名な石川さんは40でフィリピンのルソン島から船で帰ってくるんですね。で彼の本は人を投稿記といいまして、フィリピンは比べるという字で島という字で、まあ、当時は言われてました。そこから帰ってくる船が出る、でもちろん英語使い、なぜなら彼はコロンビア大学じゃなくてどこだったかな、
つまりロンドンなどに駐在できる、1935年時点でロンドンに駐在できるぐらいの英語力の方で、あの英米で教育を受けている方ですね。東大を出た後、英文を出た後、その方ですから、別にあの GHQ ではなく、フィリピンにアメリカが進駐してきた時、この1年間はまあ比較的大事に扱われた人でしょう。通訳ということもあるしね。だけど46年に日本にこう上陸する直前に彼は泣くんですね、船の中で。でこれが私はちょっとインテリの泣く瞬間っていうのはこっちなのかと思って、まあ、私は今53ですから、40歳の男性で、あの海外で教育受け、そのグルーのものを翻訳した人が泣くのかっていうので、ちょっと意外だったのは、さあ船降りるって言った時に、あの船を動かしているその船員さんがですね、今から上陸させる、でお前たちの中にあの白木の箱、遺骨を持ってるやつは言え、何個持ってるか言えって言った時に、彼はもうボーダの涙が出た。やはり何柱っていう形とか、やはりそのルソンっていうところで、その帰ってくる前に直前に病死した人もいるわけですね。でそういった時に、やはりその船にを運航する人っていうのは、当時引き上げ船なんかの人から見れば、もう神様ぐらいありがたい人ですよね。あの安全に運航して、魚雷の残りなんかに接触せずに日本に連れてきてくれた、その立派な船員さんが、お前たちの中でその遺骨を何個持っているか、その何個持っているかを上申せよって言って、それで泣くっていうところがあり、ですからまあ我々はあのいろいろな語りっていうのを見ていくときに、なんてお涙ちょうだいとかそういうことではなくて、あのバリエーションですね。これがやっぱり歴史学の考え方で、遺族の手記、それから今申し上げたような石川欽一さんの、あの人を投稿記、投稿というのは、捕虜になるということですね、そういうものなどを見ながら集めていく、まあ、多様な、戦争の語り口をあの見ていかなきゃいけないと思います。それではずいぶん長くなって2番に行きます。学徒兵です。これは皆さんに、お近いお話になるでしょうか。佐々木八郎さんという典型的なエリートの例と、松永茂雄さんという少し鬱屈を抱えた人の2つの例を挙げながらお話をいたします。皆さんの中でいろいろ文典から離典したとか、どっか留学してたとかで、24歳ぐらいになってる人いますか？いますか？あ、やっぱり若い。あ、でもちょっとはいますね。あ、ちょっとはいますね。で、あの山田さんとかも、私とかも何十倍なんですが、あの24歳って聞いたのは、今申し上げる佐々木八郎さんは24で、あの死んでるということです。佐々木八郎さんというのは、1922年東京生まれで、第一高等学校の文化交類、これは英語専修です。でもちろんドイツ語なども、1週間十何時間やるような旧制高校の勉強ですね。それで経済学部です。これは1919年に経済学部が、あの法学政治学などから分かれまして、つまりなんかこう先生が新しいぞとかね、柳原忠はもういないですけれども、植民地学とか開発経済学とか、そういうこう新しい学問、あと、まあ、あのドイツ、そのマルクス、エンゲルスに関して学問としていつまででも読めるという、そういう、まあ、自由が最後まで担保される場所だっていうこともあるかもしれません。彼は42年進んだ時にはかなり決意して進んでるだろうということは、ちょっと細かいことを言いますが、1941年の10月16日に近衛内閣が退陣する時、第三次近衛で途上内閣ができるその日に、だから法律ってのはできちゃうと大変なんですが、その日に兵役法改正というものが、議会ではなくて緊急勅令で、つまり憲法第8条の緊急勅令を使いながら、この兵役法不足を取りますっていう決定がなされます。その取りますという決定は何かというと、24歳に達するまで、満24歳に達するまで、その兵役法に定める、高等教育機関に在学している学生は徴兵猶予を認めることについては法律でこれを
定める、つまり何か改正があるときに法律で改正されるということは議会の審議でチェックができる、その安心感が兵器法の、不足にはあったんです。1941年10月16日までは。しかし東條内閣は2年後の、下級将校ですね、少尉さんです、30人ぐらいの部隊を率いて指揮する、その下級将校の不足が2年後に予想されるとして、帝国議会開会期を待たずに、帝国議会開会期というのは12月ですから改選になっちゃうわけで、待たずにこれを不足を取っちゃった。だから、ピンとくる人は無理やり分点とかで、利点とかですね、無理やりこの頃増え始めた私立学校の理科とかね、そういうところに行く道もありました。しかしこの人はやはり、それがやはりなんて言うんでしょうかね、当時の海軍兵学校なんかの気風とか、あと一高の気風とか、吉田満という戦艦大和の最後書いた人が言っていますが、なんて言うんでしたっけな、そのバンカラとかそういうことではなくて、大きなこと、自分に関わる大きなことなんだけれども、それをあたかも何のことでもないかのようにする気風って、次回1月9日に言います、すいません、そういう気風っていうのがあるわけで、あえて選んだんじゃないでしょうか。で、43年徴収猶予停止で東京大学から学徒出陣します。それで彼は飛行予備学生となり、で何度もこの家庭では長男であるかとかいろいろチェックもあり、あと技量が、あまり優れていないとですね、例えば6週間で総発機の飛行機をちゃんと霞ヶ浦なりでできないと欠勤とかして地上勤務に回されると。だからもちろん学生上がりの予備将校について海軍が非常に不当な扱いをしたという語りもあります。しかしやはり国がもうどうしようもない時期になりますと、優秀な人は戦ってねということになると思いますね。その感覚というのはよく皆さんも英語とか他の外国語でいろいろ会議なんか出た時に、自分は下手だと思っても、でもその中でいる中で一番でもできるかなと思ったら、やっぱり通訳の役割を果たすじゃないですか。それと同じような危機感でやったんじゃないでしょうかね。で彼は45年4月14日です。で、今日帰りましたら帰りがけなどの電車などで佐々木八郎というのを、今引かないでくださいね、違うのに目がいっちゃうから今引いちゃダメですよ。今引くとこれ画像が出ます。で、4月14日にまさに昭和隊として大和出撃なり沖縄防衛の時を援護するというのの一例の特攻ですが、その特攻に行く時の、こういう話すると本当にかわいそうになりますがね、一高の安倍義重と東大の総長、その2人がこうなんて言うんでしょうね、記号した、日の丸の旗ですよ。彼の理性からすればそれはすごく問題だと思うんですが、日の丸の旗を畳んで、鉢巻きにして出撃する前の写真があります。ですからこれはなかなか見どころがありますけれども、彼はそのなんで有名かと言いますと、その遥かなる三ヶ日という、これは遥かなる三ヶ日というのは、皆さんの方のレジュメには書いてないですね。遥かなる三ヶ日というのは東大の中の戦没学生だけの手記を集めたものです。聞けわだつみの声は私立学校を含め戦没学生の手記なんですけれども、その、彼の、中の最初に出てます。柳原先生じゃなく南原茂総長の後の言葉でこの言葉が書いてあるんですね。つまり宮沢賢治のカラスの北斗七星を読んだ感想で、自分の気持ちがこのカラスの北斗七星のカラス艦隊のトップである大尉さんですねに固くされるっていうようなもので書いてあって、つまりカラスの北斗七星っていうのは、これは小森洋一先生あたりが国語の授業かなんかでやってるんでしょうかね。面白いですよ。
注文の多い料理店という1924年に作られた賢治の小説集の中に出されたもので、おそらくこれは1921年から22年のワシントン海軍軍縮会議っていうものを意識して書かれたものです。カラスの北斗七星で艦隊なんです。だから、まあ、こういう話をしているとまた横にそれますが、その空母とかその戦艦とかそういうものを擬人化して、で女の子ちゃんもちゃんと戦いのメンバーなんですね。でそのカラス艦隊と山ガラス艦隊が戦って、で相手敵を殺すのは嬉しいんだけれども、だけれども嬉しくないっていうその思いっていうのかな、カラスの身としては敵の数が、山ガラスの数が減るのは嬉しい、だけれどもなんか褒められた気持ちにはならないっていう、まあ、そういうことを書いた小説ですが、それを使いながら彼は ② に引用してありますが、こう書いてあります。正直なところ、某米某英撃滅とか10億の民の解放とかということは単なる民衆扇動のための空念仏としてしか響かないのだ。そして正しいものには常に味方をしたい。公の感情すべて僕にとっては純粋に人間的なものであって、国籍の異なるというだけで人を愛し憎むことはできないということです。で私が引用しましたこの岡田先生の本は、この方は、昭和6年ぐらい1931年生まれですから、学徒兵として行かないで済んだ方で、あの東大法あの経済学部を出て、あの法政大学で経済学の教鞭を取った岡田先生ですが、まあ、何が偉いかというと、私下線を引いておきました。防衛撃滅とか10億の民の解放とかで、このアンダーラインの部分はですね、1951年に刊行された遥かなる三河二の中では違うふうに修正が施されちゃってるんですね。例えばこうです。軍の指導者たちのっていうふうに書かれてます。ですからこれ東大出版会の政教が1951年に買い出したということは、独立前に戦没学生の手記をこう集めて出した、あ準備してた。だからアメリカに対するこう厳しい言葉っていうのが、文以上この方は全然アメリカに対する反米意識はない方だけれども、言葉面でやはり直されている。だから同様に心から敵を憎み、自分が喜んで死んでいくということを書いている遺書なども、これはねぐられるといいますか、排除される編集がなされたりしたということにつき、この、岡田先生はきちっと調べて戦没学生の遺書そのものの実態を調べながらご調査をなさった方です。つまり軍の指導者たちの言うことは単なる民衆扇動のための空念仏というのと、当時政府がいろいろスローガンに挙げてた言葉、これを載せることではちょっと迫力が違いますよね。反軍的なというよりは政府が用いていた言葉についてきちっと書いてあるという、やはり私はこの改ざんというのはどういう立場であれ全くいけないことだと思います。それから2番目に行きましょう。松永茂雄さんです。この方はどちらかというと、先ほどのは本当のエリートの本当の秀才が全てを分かった上で死んでいったという感じの部分ですね。で、まあ、本当の秀才がというのはちょっと佐々木八郎さんがどんなものを中学時代に読んでたか言います。府立第八中学で、中学というのは当時15から16歳ぐらいのですね、高校が17歳からでしょうか。中学で読んでた全集が武者小路実篤、有島武雄、そして宮沢賢治、徳富六花、国木田独歩、泉鏡花、谷崎潤一郎、森鴎外、田山花帯、徳田秋声、志賀直哉、川端康成、倉田百蔵、それから、を中学で読んでる。そして高校になりますと、ツルゲーネフ、トルストイ、ドストエスキー、チェーホフ、メレージェフコフスキー、スタンダール、ジード、モーパッサン、ロマン・ロラン、そしてパールバックなども読んでいる。それで大学に入りましてからはヘーゲルの歴史哲学の自訳、自分で訳し始めている。でマルクスの資本論も自分で訳し始めていて、で1945年 の、 4月2月に最後にお家に帰るのかな、その時に自分が
もうこれは完成させられないけれどもというので、あの卒論というか卒論という形ではないですが、自分の考えをまとめたノートをあの遺族に残していますね。まあ、こういう人がいたと。はい、それから2番目です。この人は、まあ、この年食ってますね、13年生まれです。で途中、はい、31年に高等第一高等学校の理科校類に入っているんですが、32年にふと辞めて児童文学とかになります。それで、いや自分はじゃあ、そうか、国学院大学などで、ちょっとやろうかっていうことで、あの日本思想、古事記、日本書紀なんかも読み始めるということをやります。ただしこの方はもうあの24歳という年齢自体を、その在学年限特例もない前にもう達しちゃってるので、入隊しちゃってるわけですね、中退してる時に。ですから彼は、まあ、イレギュラーな形で学徒を出陣した方ですが、それだけに成熟したことをやってます。1931年9月に勃発した満州事変を横目に見ながら、あの自分は34年からあの中国に行くわけですが、その前に書いた白月の絵の戦いに財を取った歴史小説水草を執筆して、まあ、水死と書いて、それを33年に冊子として製本しています。で彼はこの後書きに、これも先ほどの岡田先生の本などにちゃんと引用されているので残されていますね。後書きにこういうふうに書いています。これは遠い昔の物語である、伝説であるけれども、1300年の後の今、日本の描きつつある歴史はあまりにもこの物語と似ているのではないかというようなことを書いて、それで、戦病死、38年で、大変な激戦で戦病死しています。まあ、この38年11月ぐらいというのは、あの次にお話しする日清戦争など以降の日本の中国観というんでしょうかね、中国はおそらく、まあ、あの天皇に怒られた杉山はじめ参謀総長が半年で中国はって言っちゃった人ですよね。でこの11月のウースンの陸軍病院でしなきゃいけなかったのもある種見誤ってたことで、中国は36年ぐらいから上海とか南京とかの三角形をなすあのクリーク地帯を含む場所に非常に深い陣地を築いていました。これはドイツなんかの、あの軍事顧問団ファルケンハウゼンとかですね、そういうドイツ中国関係というのはすごく関係が良かった。ドイツも1920年代軍縮しなきゃいけなかった時に、じゃあ軍人たちどこ行こう、武器の使い方はどこに教えに行こうって言った時に、あのマニュアル付きでちゃんと中国に行ってたわけです。だからあの高松の宮は、彼は海軍で情報の場所に1937年11月ぐらいからこの翌年ぐらいまでいました。ですから高松の宮日記という天皇の弟の日記が中央公論から出てますが、その日記には本当に息を詰めるように日本の航空機の損害 の数と、あと特上っていうんですけれども、中国側 の飛行機なり の暗号解読ですね、それをやった結果などが書かれてます。でその中に書いてあった言葉が非常に重要で、つまり日本軍は、陸軍は1937年、11月ぐらいまでそのウースンクリークなり重心陣地というものを中国側が築いているということを掴んでいなかったと。それがちゃんとその海軍側のある種かなり正確な情報に接することができる人の日記なり業務日誌に出てくる。ですからあのさっき言ったようにドイツ軍顧問来てる、蒋介石がちゃんと雇ってる、これ1933年ぐらいから分かってることです。だけど日本軍は鷹をくくってて、蒋介石が準備しているのは共産党軍との戦争準備だ。
ですから今日蒋介石も非常に賢いです。つまり1934年から36年ぐらいまでの間はこれは国共内戦が一番大変な時です。だからもう少しで共産党の息の根を止められるのにということを蒋介石が書いているのも事実です。しかしその作戦の、装備や揚子港などを重慶ぐらいまで遡れるようなあのガンボートですよね、そういうものをイタリアなんかからたくさん輸入してるっていうのはやっぱりこれはなんて言うんでしょうね、なんか輸入してる、でもそれは共産党に使うものだろう、何かこう情報が入ってくるものと分析というところがずれていく、それがつまり見下している気持ちとかさまざまなものが邪魔するんですね。ですからこの松永さんが死んだ激戦というのもまさか日本が日中戦争の戦線で20万人も死ぬんだっていうことはあの日本側としてはもう本当に考えてなかったようなことだと思うんですね、はい、それではこの方がその白村江の戦いっていうようなことで分かりますよね、東亜新羅の連合軍に、和国は大敗して、それ以降40年間ぐらい日本は唐から襲われるのが怖くて、こうしかも怒られるのが怖くて遣唐使っていけないんですね。しかも日本側が遣唐使って言っているだけで、遣唐使というのは同等の国が送る施設ですね。中国側としてはこれはあの違う国、朝貢に来ている、ただ朝鮮など新羅などと違って定期的に朝貢に来ているんではない、だから遣唐使というのは本当は朝貢使なんですけど日本側は遣唐使という、でそれともう一つ天皇というのはスメラミコトと読ませてたんですけれども、その天皇という名乗りを日本側で名乗るときはこれは律令の規定があるんですけれども、その対外的に名乗るということと自らが支配している朝貢国を従えている君主であるというその設定があるんです、デフォルトとして。そうなんです。だから新羅は日本に朝貢している国であるという虚構が必要なんです。スメラミコトという天皇という言葉はですから発生した頃からやはりそのある種の神話、これは建国神話というのはどこの民族もどこの国家も必要ですけれども、ですからこの白村江の絵からその何十年か経って702年ですか、唐にまた使い遅れる時までの間の日本の緊張っていうのはすごいことなんです。負けて唐が何をしてくるかわからない、でその緊張感っていうことを使いながら彼はあそんなことするならあの開戦しなきゃいいのにということで、まあ、物語として書いたんですね、この人は。はい、で丸三に行きます。で私はそういうあの浮世離れした話をしているわけですけれども、でも後期2600年プラスというような時間が戦前期には流れていたことを考えれば、白村江の戦いと今度の戦争を比べた人の一人に昭和天皇がいるわけです。これは知っててもいい話ですが、1946年の8月14日というと、これ間違えないでいただきたいんですが、1年後ですね、ポツダム宣言受諾を鈴木貫太郎首相とともにやった1年後でありまして、この受諾1周年の茶話会で、昭和天皇はこういうことを言ってます。で資料としては稲田修一備忘録というので、稲田修一は当時侍従次長です。今国立公文書館にはこの稲田修一 の官僚時代のさまざまな記録がありますね。ですからあの公文書管理法とかそういうも の特定秘密保護法などが60年後解除された後には、ぜひこういう国立公文書館に入れていただきたいものだと思います。ただあのギクッということを言うと国体が変わらないとそういうのは無理なのかなと思ったり、この稲田修一さんの資料が明らかになったのもやはり国体が変わったということがあるんではないでしょうかね。つまりかなり詳細に書いてます。つまり天皇が、首相敗戦時の首相鈴木貫太郎、そして今の首相46年段階の首相の吉田茂、それからあの閣僚などを招いて茶話会をやってるわけです。そこで天皇はこう言ってます。
戦争に負けたのは誠に申し訳ないと。しかし日本が負けたのは今度だけではない。昔朝鮮に兵を出して白すきえの日の一戦でいっぱい地にまみれたので半島から兵を聞いた。そこでいろいろ改新が行われた。これが日本の文化の発展に大きな転機となった。このことを考えるとこの際日本の進むべき道もおのずからわかると思うというようなことのまとめ方で、つまり昭和天皇は日本にとっての敗戦は白すきの絵、そしてにここだって捉えてるわけですね。ですから海の向こうの太平洋にアメリカっていうのではなくて、やはり党と、まあ、中国アメリカソビエトに負けたっていうその比喩ですね。だから歴史を考えるときに時空を超えてね、国民国家がある時期の話じゃない白すきの絵のを昭和期に否定するのはどうか、比べるのはどうかって思われるかもしれませんが、国民の意識を縛っている、もしくは天皇の意識を縛っている考え方っていうのを知るのはすごく大事だと思いますね。白村江ですから、その白村江っていうのを掲げながら今の戦争31年以降の満州事変はやっぱりおかしいってことを書き残した、この変わり種の松永茂雄さんという方も私はひどく惹かれる思いがありますね。ですから当時の学徒兵、まあ、徴兵猶予があったのは5万人と言いますね。ですから、当時のその徴兵猶予がある中で青年っていうのはの 2% ぐらいですか。そういうのは中で特に一高東大となったら本当のトップであります。ですから一高東大生 の、 所得調査みたいものが実は文部省にありまして、だいたい皆さんも豊かな学生さんだと思いますけど、一番平均値が書籍費とか寮費とか食費を除いて自分がどれだけ自由にお金を使えるかっていう答えが1940年段階ぐらいで80円です。80円っていうのはエリートとして銀行などに勤めた人の初任給ですね。だからすごいと思います。だから彼がこれだけの本をまあ読めているということなど、要所などがもういくらでも読めるってことがあるんじゃないでしょうか。それではじゃあ日清戦争いきますね。どうしてある種のこう何か歪んだ形での考え方というものが日本になるのかっていうことをざっくりと言いますね。2枚分を10分でやるなんていうのは大変なことなので、もうざっくり3行とかになっちゃいそうですが、まあでも大体どういう意味で日清戦争を振り返るかは分かっていただいたと思いますから、はい、1番に行きます。で、皆さんは理系もいるでしょうし、日本史を後期で使ってない方もいると思いますから、教科書的な説明はどうだろうを振り返っておきました。まずこんな感じで書かれてます。内閣制度ができたこの年、伊藤と李鴻章という案でとりあえず朝鮮などに次の事変が起きた時に日本と中国がじゃあ出兵しましょうね、お互い言い合ってという条約できた。そこに水は流れ川は流れず9年経ってっていう、この教科書はここはずるいんですよね。9年間に何があったんだと。で、まあ94年になって突然東学の信徒を中心とした農民反乱、これは朝鮮中韓国側では東学農民運動といいますが起こった。で、まあ政府に対して排日と減税要求で、ソウル環状に襲われるんじゃないかというので、まあ兵を朝鮮政府は清国に要求する。でそれを知った日本が6月2日に1894年6月2日に兵を出して、開戦は2ヶ月後というようなプロセスを踏んだっていう、そのお話です。だから朝鮮の問題で日本は朝鮮がその米の輸出にうるさく言う、あと日本側の綿布輸出なんかをなかなか中国商人と競い合って勝てない、どうしようっていう不満が募る。でその実業家の不満を、背景に2ヶ月ぐらい兵を置いたまま交渉して戦争に
誘った。これが1960年ぐらい の, あ, のあるいわゆる唯物史観的な帝国主義日本が日清戦争を起こしたという、そういう説明の仕方になるんですね。ただこれもあの歪んだということではなくて理由はあります。例えば、ここの丸2番ご覧ください。6月2日の朝鮮出兵閣議決定の解釈、ここなんですね。これで例えば閣議決定後で見ますけれども、我々この閣議決定見る前に、閣議決定に持ってった外務大臣である陸奥宗光という人間の権限録という、これ字難しいですよ、寒いという字の冠に下は足という字を書く権限録、私の拙い書き物というような意味ですが、その権限録の記述に引っ張られるんです。つまりこの権限録の記述はよく皆さん分かるように、歴史はいつ書いたかが大事です。だから1894年6月2日の夜に書いたならば、それはその閣議決定の気持ちを外務大臣が示すのには重要です。しかしこの陸奥は1895年10月に書いてます。ですからもう5月の三国干渉、もう講和条約決まった三国干渉を屈服的に飲まされた、それが見えた後に病気を抱えながら書いたんです、陸奥は。だからここで陸奥は自分は開戦に向けて着々と戦争をやった、だからつまり6月2日の閣議決定もこうなんですね。皆さんの、ページでは6月2日の閣議決定というのは2のとこの真ん中辺、あ、後ろの方の真ん中辺ですね、3ページ裏面開けてください。括弧4のところで、はい、閣議決定の文章を書いておきました。この括弧4のとこですね、裏側3というレジュメのナンバーがあるところですけれども、こう書いておきました。閣議決定、我が兵をもって我が国民を保護するを怠るべからざるがために、清国と連合派兵するを待たず、条約の名分、これ天津条約です、公文致書し直ちに出兵するを適当とする、つまり居留民を守るために出兵、まあ、これはいつも同じことですが、京城駐在公使杉村書記官よりの来電によれば、朝鮮政府はすでに応援を清国に求めたりと言えり、清国のこれに応じたるや否やは未だ放置を得ずといえども、将来清国もその兵員を派遣し、まあ、何人派遣するからこれからですが、両国の軍隊は、この両国は日本と清国の軍隊です、あるいは連合の働きをなし、あるいは朝鮮政府の要求により臨機に応援防護するの必要を生ずるのもまた図るべからず、これまたあらかじめ三角の中に置かざるべからずというので、両国軍隊が協調して頑張るような働きをするから気をつけようというのがこの文章で、どっちとも取れますよね。で周辺を見てみると丸2をご覧ください。これは資料としてまさに6月7日その場で書かれた軍に関して、大山巌陸軍大臣と西郷嗣道海軍大臣が出先に行く、艦長ソウルに出かける陸海軍のトップに、持ってけって言って持ってがせた訓令です。この度の出兵は全く我が公使館領事館及び帝国臣民保護のために出したるものにして、決して清国と事をなすがためにあらざるは断言しよくなり、断言しよくところなりで、つまりとにかく派遣はする、だけど清国との軋轢はやるつもりじゃないんだぞ、止める。でこれを例えば伊藤の手紙などでも周辺を当たっていきますと、ソウルに入るときには憲兵 MP ですね、憲兵ではなくて巡査を入れてソウルに入れよう、上陸させよう、別にあのソウルの人々と戦うんじゃなくて農民反乱兵を抑えるため、それを、混乱に巻き込まれないようになんだよってことを伊藤は言ってます。だからここで伊藤が
出してること、その意を受けて軍が出してる抑えと、陸奥の言ってること、陸奥はこの県警録にこう書いてます。十中の八九まで我が提案に同意せざるべしと考え、改革を要求するも格別重きを置かず。つまり分かりますか、陸奥はこう言ってるわけです。6月2日出兵するときに、日清共同で朝鮮の改革をやろうじゃないか、だけど清国は絶対朝鮮は自分の属国だと思ってるから、属国だと思ってるから断ってくる、断ってくるから開戦になる。だから、非同者っていう言葉見たことありますか。被害の日に動くでもの、この陸奥の6月2日もしくは6月15日ぐらいまでの県警録の中に書かれた陸奥の自分の行動の説明は、一応清国に共同出兵やろう、その理由は朝鮮政府に対して改革を進めよう、そういうことを朝鮮政府は、あ、ごめんなさい、清国政府は絶対に受け取らない、だからこれは開戦なんだって、開戦を誘うため、ただ向こうから怒らせて開戦させるためなんだっていうことを言います。で、なんで陸奥は向こうから開戦させなきゃいけないかっていうことについては、次回ゆっくりお話しますけれども、括弧5番とかの後ろにありますように、イギリスと条約改正交渉やってます。だから1894年の7月の21日にイギリスは憤懣やる方ないっていうのに日本に怒鳴り込むんですね。なぜなら7月19日にちゃんとイギリスは日本と通商航海条約という条約改正応じますってことは応じます。だけど21日に日本に怒鳴り込んで、お前は清国と戦争を始めるつもりかと、イギリスが一番大事なのは清国を中心としその貿易であると、だから戦争をもしやるならばこのまま開戦すれば日本政府は開戦の責任を取らるべしというようなことで7月21日にイギリスは止めにかかります。ですから6月の2日7月の21日あたりまでやっぱりこれは日本政府は揺れてるんです、フラフラしてるんです。で、伊藤博文は特に、あ、李鴻章さんがいれば日清の共同改革をやってくれるだろう、だから伊藤首相という、もちろん文官首相です、このあと政友会というものを作ります。つまりもうやめますが、ものすごく楽観的な気持ちで交渉をやる人は逆に強硬なんです。受けてくれるだろう、そうだそうだ、日中の共同出兵、朝鮮改革提案、鉄道敷設してねっていう、電信引いてねって、そういうことを要請することを中国は朝鮮に促すだろう。だけど陸奥的な開戦論のあれだと、日本は6月から断固として決戦たる眼尻を消して戦争の準備をし、陸海軍は1890年の3月ぐらいからちゃんと合同演習やってて訓練ばっちり勝ちました。で、戦線の消直なんていうのは分野の戦争ですね、文明っていうものを中国が理解しない、だから属国として朝鮮を支配する、そのような清国に対してどうですかっていう問う戦争だっていうことが戦線の消直ですけれども、この戦線の消直も実は2日間で書かれてます。で、戦線の消直も最初の消直にはもうやめますね、韓国も入ってる、朝鮮と中国に対して日本は宣戦布告しようとしてます。それを清国だけに敵国名指しすることのメリットデメリット、そこで清国に対して野蛮の国というレッテルが寄り貼られるようになる理由は分かりますよね。つまり朝鮮、日本は7月23日に朝鮮王宮を襲撃して
王様を捕まえて、タイン君という王様のお父さんに政権を変えます。だから日本は日清戦争を始める前に最初に戦ってるのは朝鮮兵と戦ってます。だから自分がクーデターを成功させちゃって首根っこ捕まえたから、もう朝鮮に宣戦布告する必要はない。で、朝鮮は自分の言うことを聞いてるから、その国を批判する必要はない。その朝鮮が言うことを聞いてるのに後ろにいる中国がって、この理論になるわけです。だけれども、今申し上げたように日本は、1月9日にやりますが、議会でめちゃくちゃです。伊藤の後ろ、陸奥の後ろにはもう憲法を停止しなきゃこの議会は乗り切れないってぐらいの危機100発ぐらいの事態が内政で起こってます。だからもう6月の2日の決定も議会解散と同じ日です。改選、あ、ごめんなさい、6月2日にとにかく6000名送ろうっていう決定は議会を2回目解散する決定と同じです。2回目解散は半年前にやった、それをもう1回解散するんですよ。これはひどいですよ。ですから、そのようなごたごたの日本史が本当はあって日清戦争なんです。だけれども、こう綺麗な形の日清戦争感、それはやはり教科書にもどうしても引き継がれているところがあると思いまして、これは後ろちょっと急いでしまいましたので、1月9日に、もう一回ちゃんと国内の問題を抱えた陸奥の苦悩と伊藤のプランですね、そのあたりの食い違い、あと軍部のプラン、それをちょっとお話しながら、まあ、なぜあのような形で中国を野蛮の国だと名指しする必要ができたのかという話をじゃあいたします。以上です。ありがとうございました。何かご質問があったらどうぞ。あ、じゃあ、質問なんですけども、日清戦争の時にやっぱり日本があまり政権として統一した意思が取れずに戦争に入っていったということは、やっぱり太平洋戦争の時にも似たような状況だったと思うんですが、そういったのは日本のその憲法とかのそういったものに由来するものでしょうか。どうお考えになりますか。非常にいい質問で、まさにそうですね。日本はこの後やる日露戦争の時にも、1904年の、2月から開戦ですけれども、12月まで元老と閣議の間で一点がないんですね。ですから、その朝鮮問題で、朝鮮までは出るけれども、ロシアと満州問題で戦争するかどうか、これは2ヶ月前までないです。ただ逆に言うと、そのこういうことが起こるんです。軍の方はどうせ閣議なり元老がリーダーシップ取る、あと明治天皇の後ろ向きさ加減からするとギリギリまで決定ができないとなると、政界権を握んなくても済むような戦争プランを立てるんです。ということは、さっきもより残虐なというんですが、朝鮮になんで日清戦争を戦うときにソウルの王宮をちゃんと占領しなきゃいけないかというと、朝鮮すべてを電信通して道路通して戦争しないと、航海上は新国艦隊の方が優勢だったりしますから、日本兵をこう4個師団運ぶっていうことを海軍側もちょっと予期しえないぐらいの状況がありました。だからある種その西軍関係っていうところが密にいくのは一番いいんですが、政府の側が慎重であればあるほど軍はどちらの側でもできるように、しかもどちらの側でもって言った時にかなり無理をしながら、開戦もしてない国の王宮を襲ってクーデターを起こすというところからの開戦をやらざるを得ないというようなことになりますので、憲法という点で言いますと、その開戦決定の決意とかその問題は今後起こってくると思います。日露の時にも再現されますので、その点忘れずにちゃんと憲法と絡めてお話できるようにいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、どうも加藤先生ありがとうございました。